このロキに何か聞きたいことがあってきたのだね。いいだろう。ではまず君ののだがどうした私は君の真実を話しているだけだぜ。耳を塞ぐな。私は常に本質を突き真実を告発するだけなのだがそれがみなを怒らせる。 どうしてだろうと君は思うね簡単だ誰も本当のことなど聞きたくないのだよ。かつて私は3人の子を産んだ何かおかしいかね8年間母になって過ごしたこともあるこの私だよ嘘など言わない君もよく知ってるだろうが <laughs> おや、こんにちはサモナもう面会の時間かねでは今日も二人でプロファイリングを始めようか君たちの汚れたないめをなめるように明かすとしよう我が名の意味は閉ざすもの終わらせるもの公職なるオーディンの義兄弟にして巨人のハーフそして邪悪。 以上、これが私のプロファイルだあの人間のクズが刻む文字はとてもとても懐かしい昔いろいろなものを私もあれで作ったものだよたとえば世界を終わらせる剣、世界を閉ざす壁などだ やつの館でかつて大きな宴会があったのだ私はそれを口論でめちゃくちゃにしてね楽しかったなあれは実に楽しかったぜ <laughs> <laughs> だが虚構とは決して悪いものではないそうだろう真実から目をそらせそれが愚者の生きる道である でなくば君はとても勇気があるのだな <laughs> 拘束された無力な私に一体何をするのだね <laughs> 君は全くでうだな実に私好みだ この支配に我らが生き血を混ぜようそして縛られたこの私にそれを舐めさせてくれ大好きな君の汚い <laughs> を私に味わわせてッしいのさ。君のッッ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 ッ あいにくながら動けないのだ。背中を押してくれるかな。耳を塞ぐな。くさああ。ふふ。頼む。 我が舌は真実だけを切り出すものだぜ正真正銘ロセカナギュルピニングこれが君のの味とっても汚く私好みだなちのなっのまめ よく来てくれた君のプロファイルと引き換えに誰も知りたくない真実を教えてあげようさあ誰にも言えないトラウマを私だけに聞かせておくれ店じまいさ皆の求める真実はとうの昔に完売だまた次の機会に私の独房へ面会においで。 君ならいつでも歓迎するよ <laughs> 知性を探求の旅とするなら真実にたどり着くとは行き詰まるのと同意義だそこから先には何もないこの「ロキが閉ざすものであるとはそういうことだよ。 東京放課後サモナーズ。私はロキ。今はエンタティナーズの客人だ。君のは<じ>�***はジーああ、これはほんの挨拶代わりさ。